カンパニー所属のミルクスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちは札幌を拠点に活動している5人組のアイドルユニットです。それでは早速1曲目聴いていただきたいと思います。皆さん盛り上がってますか？団地でだんだんと君はハイティーン。2曲続けて聴いてください。Hey!
一緒にやってください。
前髪ぴょんぴょん、今日も絶好調。ありがとうございます。食いしん坊の高校1年生なぎこと小林なぎさです。よろしくお願いします。はい、皆さん盛り上がってますか？はい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 、盛り上がりいこう。ありがとうございます。あなたの心にときめきパンチ。高校3年生18歳の斉藤りりこです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、いきます。せーの。催眠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 不足。今日ミルクスのキャプテンサイミンこと渋川さゆみです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、この木なんの木いつきちょっとおバカないつき。はい、中学校1年生いっちゃんことさゆみです。よろしくお願いします。どうですか、新しい自己紹介。最高。ぜひね、皆さん、はい、ミルクスの公式ツイッターにですね、はい、この動画がありますので、ぜひ皆さん、はい、そちらの方もチェックして、はい、一緒に、ね、やってほしいなって思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、8月2日ということなんですけれども、はい、実はメンバーの斉藤りりこちゃんの誕生日なんです。何歳ですか？18歳になりました。なんと、はい、ミルクスの新しいタオルなんですよ。私タオルですよ。宣伝しますよ。はい、皆さん宣伝します。イエイ。こちら、じゃあミルクスの第2弾新しいタオルです。流れです。あ、もう買ってくれてる方もいます。ありがとうございます。かわいいです。みんなでお揃いにしてこれ振り回しましょうね。一緒に回しましょう。はい、これ実はですね、今日誕生日の斉藤りりこちゃんがこの文字のロゴをデザインしてくれたんですよ。イエーイ。嬉しいですね。斉藤りりこ作すごいね。世界に斉藤オリジナルね。おお、さすがです。さすがですね。チェルの皆さんね、ぜひゲットしてほしいですね。はい、お願いします。はい、そして今日は、今日は、ね、もう一つ大事なこと言い忘れてますよ。そうですよ、皆さん。あら、今日はですね、なんと、ミルクスさんの初めての CD が CD がそうなんです、発売されたんだよね。そうなんですよ。グッズとしてCD を持っていらっしゃる方もいるみたいなんですけど、初なんですよね、私たちね。嬉しいです。めっちゃ嬉しいですね。8月2日、リリの誕生日にね。はい、めっちゃ嬉しいですね。はい、そう、リリコと同い年じゃない、同じ日に誕生した CD なんですよ。しかも同い年、ため記念ですね。あのね、そうなっております。この CD に入っている曲も今日はね、歌わせていただくので。そうですね。はい、ぜひね、これこの後もね、盛り上がっていきましょう。イエーイイエーイイエーイ。それではね、次の曲に行きたいと思います。はい、次の曲は渚にまつわるエトセトラとCD に入っている純情ロマンチック、2曲続けてお聴きください。これにもう1回が入ってる。